フースバルクラブファドゥーツはリヒテンシュタインファドゥーツのサッカークラブ。リヒテンシュタインには全国リーグが存在しないため、越境してスイスリーグに参加している。クラブは1932年2月14日に創設された。FC バルザース、FC トリーゼンと共にリヒテンシュタインオリジナル三クラブと呼ばれている。1949年にリヒテンシュタインカップで初優勝。 同カップでは最多優勝している。リヒテンシュタインカップ勝者として出場した1991から1992シーズンの UEFA カップウィナーズカップでヨーロッパの大会にデビューした。1996から1997シーズンの同大会では予選ラウンドでラトビアの FC ユニベル下テリガを PK 戦の末に下して第1ラウンドに駒を 進めたが、パリ・サンジェルマン FC に敗れた。カップ・ウィナーズ・カップ終了後の1999から、2000シーズンからは UEFA カップに参加しているが、予選ラウンドを突破できずにいる。ホームスタジアムのラインパルク・スタディオン・ラインパルク・スタディオンのメインスタンド。背景に見えるのは、ファドゥーツ上なし中、選手の国籍表記は、フィファの定めた代表資格ルールに基づく。 ありがとうございます。